ははいどうも皆さんこんばんこば、えー、今日が、ね、218冊目ということで、まあ、あのアート関係の本を少しずつ扱って前回はまあアートといっても書ですよね書道の書、えー、の本ということで歯科企業さんの「筆色の構造」という本を、えー、まあ紹介したんですけども、まあ、あの文庫本であるんですけどなかなか値段が高くてねアマゾンでも5,500円かな。 私、メルカリで450円で買いましたけどもね、えー、ラッキーでしたね,ね、1冊しか残ってませんでしたけどね。で、まあ、な、あ、ん、のーまあ、とか手に入るとは思うんですけども、そういうので、ぜ、あ、ひ、のー、読んでいただければと思います。で、今日の1冊はですね、ちょっとこれ、カバーがかかってて、見にくいんですけども、岡崎健次郎さんというアーティストの、えー、芸術の設計という本ですね、芸術の設計、ちょっと見にくいんで、後で見てくださいね。 アーティキュレーション・のブ・アートで設計はデザインじゃないんですアーティキュレーションなんですねだからこう集めていって形を作っていくっていう意味ですアーティキュレートってって全部あなんかあより集まっていくっていう意味なんですけどもでそれの芸術、まあの,の設計というタイトルの本で サブタイトルが「見る作ることのアプリケーション」というふうに「見る作ることのアプリケーション」というタイトルのまあ本なんですねこのアプリケーションのアプリっていうのは皆さんの,あの携帯とかゲームのアプリだと思っていただければいいですある一つの単位があってまあそれを操作する方法が確立されていてでそれに対してアプローチしていけばまあ何らかの,あの楽しみがあってゲームだったら楽しみがあるだろうしねえまあなんか情報をあの検索するソフトだったら目指した情報にたどり着くだろうしとかいうようなものがアプリケーションですよね。 でこの本は、まあ、岡田健三さんという人が、まあ、あの実は単行本そんなに書かれた人ではないんですけど1955年の10月生まれのアーティストで「えっと、玉美大の彫刻コースを、まあ、途中で中退されてからあの、まあ、ほぼ独学でずっとずっとあの制作とかなんかやられてて、まあ、普通はこういう例えばあのアーティストという例えば美術の方だと絵描きであるとかね、うん、あるいは彫刻家であるとか。 ビジュアルアーティストであるとか何、まあ、かジャンルによってその人の内容を分けることができるんですけども岡崎さんの場合なかなかそれが難しくてですねもう一言でアーティストというしかない人なんですね例えば自分のご自分の作品集もあるんですけどもまあ、それは絵画の作品ではあるんですけども多分一番最初に有名になったのは1988年に「改装のウィトゲンシュタイン」というですねまあ、オーストリアの哲学者のウィトゲンシュタインについてのまあ 実験映映像像風なな作作品品でです。すつまり8部の映像作品なんですねで。それで一躍有名になった後に、まに、あ、20年経ってからはベネチア・ビエンナーレの日本館というは施設があるんですがその日本館の全体のディレクションダイレクションというものを依頼されてその時には、えー、漢字文化圏における建築言語の生成かな漢字文化圏における建築言語の生成ということでその漢字と建築っていうのを組み合わせるという、まあ、ちょっと変わったことを、えー、おやりになったんですね。まあ、その時の時 資料というかが要するに漢字の辺とか作りとかなんかに合わせて建築物を作るってことですよ山水みたいな建物を作るとかねうかんむりみたいな屋根を作るとか、えー、いうことを、まあ、それだけじゃないんですけどもそういうやっぱり中国語あるいは中国日本韓国なんかで漢字という文字がまあ使われていましてでそれと建築とのつながりを考えるってことこれは建築家の磯崎新さんとの対談集で。 漢字と建築っていうやつであの図書館にもあった本なんですけどもまあそういうこともやってますであ,のあるいはトリシャ・ブラウンっていう、まあ、アメリカの女性のダンサーがいるんですけどもその彼女の、えー、振り付けを担当したわけじゃないんだけども彼女のダンスに対するある批評とかまあディレクションですねダイレクション、えー、みたいなものをやったりするそれちょっとここには本はないんですけどもやっぱり一冊本を書いたりなんかしてるので、まあ、少なくとも建築と美術とダンス。 の領域にはまあそビーれの本で最初に書,いたあの書かれた本は2001年に出た本なんですけども、えー「ルネサンス経験の条件」という本でこれはルネサンス期のさまざまな、えー、これも別にルネサンスだからといって絵画というわけじゃないんですが、えー、絵画も彫刻もあるいはブロンズ像みたいなね人体像も含めてさまざまなルネサンスの文化の発露となった芸術表現を まあ非常にユニークな分析の仕方でね例えばルネサンス時代の絵画とか彫刻で最も重要な方法論というのは遠近法でですよねでその遠近法というものをどういうふうに捉えるかっていうのはまあいろいろあってあの見えない奥のところ消失点というものを人間の目が錯覚でこう想像させるものとかあるいは奥行きを作るためのものとかねいろいろあるんですけどそれは要するに見てる人間の側ですね鑑賞者の側の論理というかなでそういう形であのまあ 行ってるわけですけれども、作り手の側がどういうふうにそれを考えるかということですよね。で、そういうもので書かれた本で、まあ、非常に画期的な本だったんで。あの、よく書評にはよく出てた本なんですね。ただ、図書館にはこれオリジナルの。えっ、ー、と、これはどこの出版社でしたっけね。えー、これですね。千曲、千曲書房ですね。千曲書房から出てますけれども。今は、あの、文春ですね。文芸春秋の。あの、オンディバンド版といって、情報だけを、あの、文春がもらってきてね。千曲から。で、それで別の想定で。 本にするっていう値段が少し高くなるんですけども、まあ、そういうことをやっててですね、えー、私文集法が大嫌いだから文春の本は基本的に買わないことにしてるんですけどもちょっとこればっかりはしょうがないなと思ってこの前注文してしまったんですけれども、えー、まあ,あの出てることは出てるんで読むことはできますそれで、えー、2017年おととしにですねあのすぐそこの名古屋のすぐそこではありませんけども同じ東海圏の豊田市美術館で 岡崎さんがキューレーションをしたですねリーダーでやった展覧会があって「抽象の力」というね具体抽象の抽象ね抽象力の抽象「抽象の力」というまあ,あの展覧会やった時のカタログに書かれた文章をメインにでさらにそれにいろんな文章を載せてまあ、かなり重たい分厚い本なんですけどもね、えー、こういう本が、えー、と去年出ましたで。これも非常に評価の高い本でまあ 岡崎さんが単独で書いた本としては2冊目なんですけれどもこれは確か芸術選奨の文部科学大臣賞の新人賞かなんかをねお取りになったんですけど60過ぎて新人賞っていうところがなかなかこの辺の世界では大変な世界なんですけどねこれね。えー、で、まあ、その対象をお取りになってあの非常によく読まれてる本なんで本来岡崎健次郎ってアーティストの1冊っていうのを紹介するんだったらおそらくこの抽象の力の方がいいような気が僕はするんですね。ただこれはは岡崎さんののの美美術術論集集大大成成というよりもやはりもやその集大成を豊田市美術 美術館といいうう場所で展覧会を行った時のの記録というのがメインだからどうしてもやはり豊田市美術館でのその「抽象の力」っていう展覧会を見ていることが割と前提になってしまうんですねでまあ簡単に申し上げるとそれは豊田市美術館にものすごいあの古今東西のいろんな作品が収蔵されてますよねでその収蔵されているものを見事にまあ岡崎流にこう整理をしてですね まあ普通こく年代順にするとか国別にするとかねあるいはまたキュービズムと印象があってこうなんか流儀で分かれるとか、まあ、なんかそういう手法を取ると思うんですけども、えー、そういうのではなくてやっぱ岡崎さん流の分け方をするんですねでそれ独特でそれぞれの部屋がだから全然あの別々のカテゴリーで展示されてて、まあ、非常に面白いものだったんですけども、えー、ただ当時僕そのパンフレットっていうか図録を買おうと思っても高いなと思ってなんとなくま,あまた今度通販で買えばいいやとか思ってたらですね限定250部だったんですよこれが。 でもう即日完売でねもう二度と手に入らなくて今現在でもネットで見ても一切出てこないんですねこれね、えー、でどうしたもんかなと思ってしばらくはそ豊田市美術館の特別なサイトがあったのでねでそのサイトのところに岡崎さんの文章とかなんか載ってたんですけど、まあ、ある時突然載らなくなったんですよ去年暮れぐらいにねそしたらこの本が出たっていう感じでまあ要するにあの図録を変えなかった人はこっちの箱こ棒を買えっていう。 まあそういういいでございますねねこれねだ,からどだからそれに商業主義にあまり乗りたくないっていう僕の個人的な感覚もあるっていうのもあって今回こちらではなくて、まあ、おそらく岡崎賢治郎の代表作というのはこの2冊のどちらかなんですねルネサンスの方か抽象の力かね。であの今日紹介するこの造形の,造形の設計ですよねややこしですね造芸術の設計です芸術の設計という本は岡崎さんだけの本ではなくて一応岡崎賢治郎の変編著となってます。 だからお一人じゃなくて最初のほとんどの部分はあのこのまさに芸術の設計に関するオープニングの部分の5分の1ぐらいは書き下ろしでご本人がお書きになってるんですがえこの本は今申し上げたように岡崎さんいろいろなジャンルに手を出してていろんなジャンルであの非常にこうユニークな活動されてますからえだから音楽と建築とダンスと美術ですねえこの4つの領域の専門家をそれぞれまあ集めてね でまあ、自分はそれを全部総称した芸術表現という形で、まあ、序文として非常にいい文章を書いて、まあ、それこれから紹介しますけどいい文章を書いてるんですけどもそれ以外の部分つまり音楽とダンスと建築と美術に関してはそれぞれの専門家がまあ記述してるんですね。でこの本は設計アーティキュレーションって英語でもうお分かりになるかどうか分からないですけど要するにちゃんと記録をするってことなんですよね。 まあこれはあのアートの言葉ではノーテーションってノートにまとめていくってことですね寄付ですよねだから音楽で言えば楽譜スコアにすることですねであるいはビーツでいうところはあの例えばビーツのカタログとかなんかってここにもたくさんあるわけですけどもこれ本物じゃないですよね本物のカタログっていうのはありえない考え方ですよねです大抵のものは写真で撮ってで,できるだけ高解像度で色も現物に近いような形でまあ着色をして印刷をしたものが本になってますよね だから我々が知ってるカタログとかレゾネとかレゾネというのは特定の作家さんが持ってるコレクションを全部まとめたものなんですねピカソのレゾネとかムンクのレゾネとかあるんですけどもそういうものも全部一枚一枚の作品を写真で撮ってでそれをまああの印刷したものですよねこれは彫刻でも変わりますよね彫刻の場合にはまあ立体ですから一方向だけじゃなくていくつかの方向で撮ったっていうまあ親切なものもありますよねだけどいずれにしても本物ではないんですよ本物の写真なんですね。 で岡崎さん、この本の中でやっぱりそのほとんどすべての芸術作品というのはそういう形で写真というメディア1つのメディアですね、1820年以降に成立したねでその写真というメディアに全部抑えられてしまってでそこからまあ我々はその芸術を理解するしかないんだと、まあ、生のものを除けばね。 えー、例えば生の作品を見に行くことは可能なんですけども結局僕みたいに帰りにカタログ図録を買えばいいやってことになるとそこに載ってるカタログや図録っていうのは生の作品とは到底似ても似つかないもののはずなんですがただそのカタログを見ることで自分が見た経験というものと結びつけていくってことをやるわけですね。でまあ美術作品ですらそうですから例えばこれが映画であるとかねあるいは演劇であるとかダンスであるとかいった場合にはこれはもう到底本物をその場に置いとくってわけにいかないわけですよね。でしかも 映画とか演劇とかダンスとかは時間芸術ですから1枚の写真という空間芸術で捉えたとしてもそれはもう時間性というのは全部奪われてしまいまいすよねだからほんの瞬間の表情しか見ることはできないわけですよねだからあのアーカイブつまり記録とか保存というかいうことを考えたらそういう身体表現というのは一番アーカイブ性が薄いっていうか困難な芸術なんですよね。 でじゃあそういうのどうしたらいいかってことでそのノーテーションっていうね考え方を取るわけで,すで音楽の場合にはまあ譜面楽譜があってそこにまあ書き込んでいくってです。まあ楽譜の歴史は非常に古いですね五線譜の歴史はね古いんですけどそれがまあいわゆる西洋音楽の,あの基本になってますけども,、まあ、でも僕が習ってた三味線とかなんかだったら三元譜なんですよ。 あの弦,弦の数だけあって、まあ、ギターだとタブコードっつってね6弦であのどこに指をフレットに指を置くかっていうので弾けるようになってるって親切なのもありますけども、まあ、あれと同じような感じで三味線なんかも3弦であるんですがそれは初心者用であのだんだん慣れてくるとそんなスコアなんか見なくってもあの音を聞いただけで弾けるようになるわけですよね。だから音楽の世界でも必ず寄付法ノーテーションっていうものが確立されてるわけではないんですけども例えばダンスにはダンスのやっぱり寄付法っていうのはあるんですねこれはね。 いいわゆる舞踏風みたいなねダンススコアみたいなのがあってそれが世界でいろんな形のものがありますでバレエのものもあればモダンダンスもあればねいろんなものがあって、えー、どうやってそのダンスというものをアーカイブとして定着させたらいいかってことに、まあ、集中してそんのが書かれてるんですね。要するに建築っていうのはあまりにも我々の等身大の体から見たらでかすぎて同じように考えることはできませんですよね。だけど建築は必ずそれを作る前には図面を引かないパースを引かなきゃいけませんよね。 でその図面だけじゃなくて今は CAD という、まあ、3D 化するためのプログラムがありますからコンピューターで 3D の画面でそのそ想定予想図っていうかね まあできるできたであろう時の建物をいろんなところからこう復刊して取ったりとかいうこともできますしあとはマーケットといって小さな模型を作るわけで,す、ね、でまあそれで現実に近いものとするってことはあるわけでまあ,ちょあの建築家によってはマーケットだけであの本当の建築物を一度も作ったことのない建築家っていうのはアンビルドっていうのをいてですねいろんな人はいるんですけどもだからそこはもうほとんど建築家というよりもアーティストに近いわけですねこれね現実にならないから。 でも建築はそういうことがまあ,あって、まあ、それは普段我々の目に触れることはないです我々の目に触れるのは出来上がったら国立競技場であったりね出来上がったら国立の音楽堂だったりするのでだから多分そこの中にお入りになればあの入り口のところにマーケットがね模型が置いてあったりすることは多いと思うんですねだからそういうものから考えるっていう連続性はあるわけですつまり模型とか図面と本物との連続性それからビーツの場合も、まあ、あの写真ではあるけどもそういうカタログと美術作品との連続性とかね でもやっぱりその大きさの感覚とかなんかっていうのがどうしても分かりにくいですよね。例えば美術作品って例えばピカソの「ゲルニカ」なんて横幅 8m もあるわけですよね。でもそれ実際等身大でカタログなんて作りようがないですね等身大のカタログが 8m のカタログ作んなきゃいけないですからまあ,あのただ日本の美術だと本物の大きさと同じものっていうんでこうなんかあの時々ありましですよねあやっててなんか浮世絵とかなんかも実は結構大きかったんだみたいなね。ななので織り込みになってて あの大きさだけをこう表現するっていうのがあったりするんですけどもだからやっぱり一枚の写真っていうのはそこのそういう情報を全部全部写真っていうか捨て去って必要なエッセンスだけが写真の中にこう盛り込まれてるわけですねで建築の場合もそうだしでダンスの場合は今申し上げたようにその時間性っていうものが一回ちょっと奪われてしまってるけどもやっぱりそのダンスーの身体性みたいなものの一番分かりやすいところが写真という形で切り出されてるわけですよね。 だからそういう形で建築であっても音楽であってもあるいは美術であってもですねダンスであっても何らかの形でノーテーション記録をしておいてそれはあの記録して保存するだけじゃなくてまあそういう表現者がそれを参照して次なる表現に行くようなことっていうのがま可能になってるってわけですねその可能にさせてるのが重要なことだというのをまあ特にこの本の中でまああの岡崎さんが序文で言ってることなんですねで岡崎さんはあの近畿大学のですね国際日本文化 研究所っていうのがあってでこれ唐谷法人が初代の所長だったんですけども唐谷さんに呼ばれてそのいわゆるまあ市民講座みたいなのが。 まあ今大学よよくやってますですよねでそういうところで美術の担当をまあ命ぜられてやったことがあったんですでそれはなかなか評判が良かったもんだから学生たち有志が集まって,えなんて延長してそうにやろうっていうことが起こってで近畿大学の東京の校舎があるんですけどそれ四谷なんですけどもそこで四谷アートスタジアムってすよね四谷アートスタジアムっていうまあ組織を作ってでこれがいつでしたっけ2004年ぐらいとか2004年から10年ぐらいまでついたんですね。 でまあ、これ2 0 1 0年に突然あの4月1日付であの廃止になったっていうんであの近,代が近畿大学が一方的に廃止したっていうんでこれ結構大きい問題になってネットとかなんかを騒がしたのはつい先のことなんですけどもまあそれはともかくそこで教えてる時もあの岡崎さんたらいうのはこの本にもあるようなそういう芸術の設計という方向からあのいわゆるその実験室っていう考え方を取るんですね実験室っていうのろんなことは実験できてなおかつ実験室でできることっていうのは再現性の強さです何度も何度もトライできるわけですね。 でもちろんこれは失敗することもあるんだけども何度も何度もトライできるっていうその再現性の強さっていうものをその実験の中のメインに置いているのでそういうところからあの例えばアッサンブラージュといっていろんなものをこう積み重ねていく建築物なんかはあの実際時代のののの違っったものっていうのがが積み重なっててつの建物ができてますよねだから何とか様式みたいなものが単一であるわけじゃなくてお寺でもそうですよねだから何とか作りってすき家作りのお寺だけじゃないですよね。 すき家作りの茶室はあるけども全然違うなんちゃら作りの間とかあったりしてそういう時代の違う様式が一気にこう集まってるこれはアスタンブラージュっていうんですねだからこう堆積されてる建築なんかはそういう傾向が強いわけですねでそれからあとはメタファーですね比喩で考えていくっていうものがあってこれは例えば文学とかなんか比喩ですよねだって言語になって言語っていくら文字をため滅すがめつ見てもその世界が見えるわけじゃありませんからねだからそういう表現として比喩っていうのを使ったりする、えー、ダンスも同じですね体でこう表現していきますから。 あの一文字を使う以外はダンスは別に何かある観念を表すわけですからこれも比喩,を比喩っていうかあの想像力が我々の頭になければダンスは理解することはできないですよね。いうのがダサンブラッジとダンスっていうのがで最後サイバルテックスです。サイバルテックスっていうのはあの生物の考え方をこう使っていくってことで例えばこれは造園であるとかね、うん、あるいは何だったかなあそう料理であるとかねでこれはもともと生き物ですよね生物植物とかなんか,でだからそういうものを取り扱う時にはこれ最も実験性の高いものなわけですよね。 だからそれはあのまさにあのなんていうか裁判に適クスつまりその情報工学的にいろいろな経験を積んでいってこういうふうにしてこのぐらいの分量でこういうふうにすればこんなものができるというような形で造園とか料理というのをやっていくのでまあ僕はしてる限り芸術表現の中に造園はともかく料理入れたのは岡崎さんが最初だと思うんですね。一応私が1999年に書いた「臨床する芸術学」っていう本がまあここに下にもあると思うんですがこの本の中にもあの料理の書を入れようと思ったんですけどページ数が多くなっちゃったんでなくなく。 料理と庭はカットしたんですね,これね、えー、料理と庭とファッションをカットしたのかな、えー、いうことあって大体、まあ、いい同時代に、まあ、僕より岡崎さん年上ですけどもアートの中になんかそういうものも入れるっていうのは例えばアートの中にアニメとかコスプレとかねアイドルとかっていわゆるかつてサブカルチャーって言われたものを入れるっていうのとはちょっと文脈が違うんですよね。 だからそういう形で芸術論というのは新しく広げようとしたところに岡崎さんのまあ一つの業績があると思いますしまあなかなかこれちょっと読みにくい本なんですけどもその4人の書き手のちょっと出力の,出力の違いがありますからねただ建築とか何かあいうのはすごく読みやすいですしまあこれ2007年ですからもう少し前に10年以上前に書かれた本なんでまあ当時のデジタルアーカイブとかですね役に立つアプリケーションとか出てくるんですけども今ほとんど使えませんねこれね。 だから逆に言うとそういう歴史的な意味合いのある本でもあって要するに常にアップロードするためには本じゃもう無理ですよねネットじゃないとね。で多分そういうことは岡崎さんよくご存知で革新版的にこうやってるってところに面白さもあると思うのでだから別にそういう全く新しい最新の情報を手に入れるための資料集ではなくてむしろ我々が知っててもともと別だと思ってた美術とかダンスとか、まあ、料理はあまり入ってませんけども、まあ、建築とか音楽とかねいったものが一つのこの地平で。 語るることができるんだまとめることができるんだってことを分かってもらえるための本かなって感じなんですねで岡崎さんの活動はまだまだ続くと思いますんで、まあ、これからちょっと注目していきたい作家の一人ではあるかなっていうところでだいぶ時間が過ぎましたかそうでもないですね3本ずつですねはいこれで終わりますありがとうございます。